はいこんにちはポップですエフェクトチャンネル2月9日火曜日本日も先進国通貨クロス円の解説から始めてきます順番はいつも通り米ドル円から始めましてユーロ円、ポンド円、そしてゴードル円の順番で解説をしてきますのでよろしければ最後までご視聴ください 昨日から、ね、今日にかけての株式相場は相変わらず好調ということで株式相場は、ね、上昇している状況でございますがただクロス円の通貨に関しましてはこちらは、ね、少し円安傾向から円高傾向に変わっているというところでございますのでまずは、ね、全体の相場感を見ながら個別の、ね、為替の解説に入っていきたいと思いますので相場感見ていきましょう はい、えー、まずはね、えー、昨日のニューヨークマーケット、ダウ平均でございますが、前日比プラス237ドル。終わり値で3万1385ドルということで、0.76%の上昇ということでね、えー、大きく上げて1週間がスタートしたというところでございます。えー、そして、その影響を受けました東京マーケット、日経平均も上げております。日経平均は前日比プラス117円。 終わり値で29,505円ということでね、直近の高値を抜けまして、終始ね、ほぼほぼプラス圏で推移したというところで、まあ現在のね、時間外取引も昨日の終わり値付近、そしてダウの方はね、若干20ドル強で下げている状況でございますが、まあ株式相場はね、高値圏をうろうろというね、状況が続いている形でございます。このような形でね、株式相場は上がっていれば、通常はそれに相関しますクロス円。 えこちらはね、円安方向に行ってもよかしくないというね、状況でございますが、ドル円を中心に大きくね、今までの円安方向が崩れておりますので、ちょっとね、見方を変えながら、えー、今度はね、全体のトレンド転換を想定して、戻り売りにね、切り替えていかないといけないかなという状況となっておりますので、えー、個別のね、為替相場の方を見ていきたいと思いますので、ドル円のチャートに戻っていきましょう。 はいえー、まずはね、えー、ドル円の15分足、えー、こちら1日の時間軸のチャートでございます。 昨日の動画解説のタイミングでは、えー、まだまだ、ね、円安方向ということで、えー、直近の、ね、高値付近の105円50銭あたりをうろうろというところで、欧州時間の、ねえー、序盤に関しては一旦は105.65ぐらいまで、ね、上げるという場面がありまして、金曜日につけた高値の105.75、まあ、これに、ねえー、接近するような動きがありましたが、 えー、ただ、ニューヨークマーケット始まる前ぐらいからですね、えー、少しずつ、えー、調整が入りまして、えー、まずは105.50を明確に破る。えー、そしてね、えーまあ、動画の中でもお話ししておりましたが、105.25や105円といったねサポートラインがあったんですがあっけなくね、えー、割り込んで、ニューヨークマーケットでは105.25で頭を逆にね抑、えー、えつけられてしまう。 そして東京マーケットでは株式相場が上がっているにもかかわらず円高方向が進みまして、まあ、サポートが、ねえー、入りやすいとお話をしておりました105円。 こちらをね、明確にサポートなく割り込んでしまいまして、まあ、今もね、下げトレンドが止まっていないということでね、まあ、昨日サポートラインとした105.25や105円ですね、こちらの方を破ってしまったということでね、ちょっとこのあたりはお詫びしたいというところでございますが、まあ、こういったね、トレンド転換をしたところでもしっかりとね、解説をしていきたいと思います。それではね、今後のトレードポイントに関しては、60分足、1週間の時間軸のチャートをご覧ください。 今まではね、えー、先週の後半ぐらいからは上昇トレンドということで、特にね、金曜日の雇用統計前には大きくね、えー、上昇したというところがございましたが、えー、結局はね、105円50銭を挟みながらのレンジ相場を経てですね、えー、昨日、えー、明確に下がって、移動平均線を明確に割り込む。 そして移動平均線が右下下がりに完全に、ね、転換してしまいましたのでその下側で要線から陰線に転換したということはですね、まあ、60分足といえばデイトレ目線でもね、こちらは有効活用できると思いますのでトレンドの方はデイトレ目線ではしっかりと戻り売り下げトレンドという形になってきております 今後のポイントに関しては、今ね、えー、突っ込んで、こちらの方、安値を破っているというところでございますが、ここをね、安値付近でロングを取るというところではなくて、あくまでももう移動平均線が右下下がりで、その下側に平均足が位置してしまいましたので、ここは戻り売りで見るべきかなというところでございます。今までのね、サポートラインになり得そうだった105.25。105. 25 えー、そして105円ですね、ここが逆にですね、レジスタンスラインになる可能性が出てきたということでございますので、まあ、これからね、少しばかり反発が入るかもしれませんが、この下がってきた移動平均線の下側、そして105円や105.25で4線、陽線から陰線に転換する。 まずはね、105円を超えることができるかというところでございますが、その上にもですね、移動平均線下がってきますし、105.25で1回ね、レジスタンス要線から陰線になっておりますので、まあ少なくともね、こちら105.0。そして上がったとしても105.25ですね。ここを超えない程度で要線から陰線に平均足が転換した場合に、再度ショートを組む。 直近のね、安値を更新したからといって、ロングを組むという方向ですと、少しね、やられてしまう、下方向に走った時にやられてしまうというところがありますので、ここはね、移動平均線をもう割り込んだ今、そして移動平均線が右下下がりという状況であれば、反発したところ、それがね、移動平均線よりか下側、もしくは105円、105.25、このあたりでレジスタンスを食らって、要線から陰線というところであれば、しっかりとショートを組んでいくというところが大事になろうかと思いますので、ちょっとね、安値を 付近だからといってロングを取るのではなくしっかりと戻ってきたところ反発が弱かったところのみですねこちらはショートを取っていただくというところがよろしいかと思います逆にですね反発が強くて105.25を一気に抜けてくるというところがね要線が続いて、まあ、起こるというところであればここはねショートの方はやめていただくという方向でよろしいかと思いますので参考にしてください はいえー、以上で米ドル円の解説を終わりまして続いてユーロ円を見ていきましょう、はいえー、ユーロ円の方もねベドル円と同様に下げてきておりまして、まあ、こちらの方もね、えー、戻り売りに転換していかなければいけないかなというところでございます 昨日の動画解説のタイミングでは127円付近をうろうろということでね、まあ、こちら、欧州時間の中盤まではなんとか127円を保っていたというところでございますが、えー、欧州マーケットが終わって でえー、そしてね、えー、ちょうど日付が変わるぐらいに127円を明確に割り込んでしまいますと、移動平均線が、えー、右下下がりに転換して、まあ、そこからも、ね、反発するんですが、えー、明確にね、127円を回復することができず、えー、またね、直近の安値付近まで戻しているということで、えー、こちらもね、トレンド転換を見ていてもよろし,よろしいんじゃないかというところでね、えー、少し、えー、こちら、株式相場とは相関せずに、下方向に進んでいるという状況でございます。 そしてトレードポイントに関しましては、こちら60分足ですね、1週間の時間軸をご覧いただきますと、ユーロに関しては先週の前半戦はじりじり下げておりまして、まあ、雇用統計前に買い戻しと雇用統計の結果を受けて127円を突破したというところでございますが、こちらもね、えー、昨日の段階で移動平均線を割り込む。 今までの上昇トレンドの、えー、証しでありました移動平均線が右,か、えー、右肩上がりとその上側に、ね、平均足があるというところが全く、ね、逆転してしまって移動平均線が右下下がりそして平均足の方はその下側に、えー、変わってしまいましたのでここはやはり戻り売りという形になろうかと思います。 具体的にはですね今126.65付近でございますが反発してもね移動平均線これを超えない程度で弱い反発であればやはり頭を叩くということで、まあ、要線から陰線に移動平均線の下側で切り替わるところがあればショートを取っていただく。 まあその、ね、目安としましては126.75から126.80という形になろうかと思いますので、まあ、そこを超えずに、ね、反発が弱く要線から陰線になったところではショートを取るえそして逆に要、ね、線が続いて126.80を超えて移動平均線も上回った場合はです、ね、少し様子見をした方がよろしいかなと思いますのであくまでもショートというのは、ねえー、弱いところで頭を叩くという形になりますので反発が強かった時には避けて いただきなががら反発が弱いい移動平均線の下側いわゆる126.75から80ですね。こういったところで要線から陰線に切り替わるというところがあればね十分にショートのチャンスになろうかと思いますのでこちらもね切り替えてショート目線で攻めていくのがね今日のポイントだと思いますので参考にしてください。はい以上でユーロ円の解説を終わりまして続いてポンド円の解説に移っていきましょう。 はいえー、ポンドの方はは、ね、若干、ユーロ円よりかは強いという状況でございますが、まあ、60分足を見ても、ね、やはり下げトレンドで見ておいた方がよろしいかなという状況でございます。 昨日の動画解説のタイミングですと、144.90ということで、まあね、145円を超えていく可能性、これを超えたらね、大きくストップロスを巻き込みながら上がっていくというようなね、お話もしましたが、じりじりとね、欧州時間の序盤から中盤にかけて下げて144.50。 そしてニューヨークマーケットね始まった直後に一旦はね反発したんですがあえなくね全戻しをして今も144.50付近で、まあ、なんとかねサポートを受けている状況でございますがここをね崩れてしまいますとさらに下方向にね下げてしまうというね立ち位置でございます。 そしてです、ね、トレードポイントとしましてはやはり60分足こちらの方もユーロと同様でございますがポンドは、ね、先週の木曜日少し、ね、早い段階から上昇が始まっていたんですがこれが、ね、145枚で失速して移動平均線右肩上がりだったところを割り込むそうしたところで、ね、移動平均線が右下下がりに変わりまして、まあ、144円50銭でサポートが入っているんですが 徐々に、えー、頭を、ね、抑えられつつあるということで、えー、移動平均線、なかなか、ね、頭を、えー、出すことができないという形でございますので、えー、こちらもね144.50を明確に割り込んだ、えー、こちら15分足で見ていただきますと、144.40。ここまで、ね、タッチしてしまいますと、下方向に。 ズコッとね下げる可能性が非常に高いという形になりますので、こちらはねもうすでに移動平均線の右下下がりのところで、要線から陰線に切り替わっておりますので、ここはねレンジブレイクしたら144.40を割り込んだらショートを取って、 まあ144円ですね。こちらでは一旦ね、出来高が少し集中しておりますし、まあ、明確な節目というところもありますので、こちら144円ぐらいまでショートをね、握っていただくというところがよろしいかと思いますので、こちらの方もね、少し下げているからといって、ロングをね、取って145円を目指すというところよりも、今、移動平均線の下向きになっておりますので、下方向にね、レンジブレイク144.40を割り込んだところで、しっかりとね、ショートを組みながら、 えー、このあたりは、えー、ショート目線で攻めていただく、えー、逆にですね、えー、こちら移動平均線を超えるような上昇があったときには一旦は様子見でよろしいかと思いますのでこちらも皆さんの相場感とね、えー、合わせて参考にしていただければと思いますはい、えー、以上でねポンド円の解説を終わりまして最後に、えー、この通貨の中で通貨ペアの中で最も強い5ドル円の解説に移っていきましょう はいえー、5ドル円の方はね、えー、昨日の動画解説のタイミングと、まあ、ほぼほぼね、えー、今同じような位置ということで、まあ、4ペア4通貨の中で一番強い動きをしているのが、この5ドル円でございます。昨日の動画解説のタイミングでは81円で頭を押さえつけられていたんですが、えー、ニューヨークマーケットね、始まってから一旦ね、上方向81.20付近まで上がっていたというところでございます。 今日の東京マーケットでもね、株式に相関して、一旦はね、81.10を超える場面があったんですが、まあ、5場からね、徐々に落ち始めまして、こちら、東京マーケットが終わってから、今は81円を若干割り込んでいるというところでね、まあ、他のクロス円に釣られて円高方向に進み始めているというところでございます。 60分足をね、見ていただきますと、ちょうど移動平均線をね、今割り込んだばかりというところで、すでにね、完全に割り込んでおります、こちらポンドですね。ポンドと、あとユーロ円。こちらの方はね、完全に下方向にね、もう行ってしまってますが、まあ、5ドルはね、一番強いということで、今やっとね、移動平均線にタッチしたというところでございます。 まただね、えー、他の、えー、クロス円と同じような動きが想定されますので、一旦ね、今80、えー、81円をね、えー、若干割り込んでいますが、もう少し下げた後にね、反発したとしても、今度はこの80円、えー、過去にねサポートが入っていたところでございますが、81円がですね、えー、今度は下方向から上に上がってくるときに、えー、レジスタンス。 頭をね、押さえつけられるような存在になってしまいますと、ショートが組めるかなと思いますので、今ね、まだはっきりと割り込んではいないという状況でございますので、まあ、割り込んだ後にですね、反発した時に、要線から陰線に81.0。 これがね、レジスタンスラインとして機能した時で、ショートを組むというところでよろしいかと思いますので、ちょっとね、このあたり、下髭で戻ってきて、また陽線でね、出た時には、そのあたりはね、ショートは組まない状況で様子見。ただ、やっぱり割り込んで戻ってくる時の81円の、ね、壁を越えれなければ、しっかりとショートを組んでいくというところでね、よろしいかと思いますので、このあたりはしっかりと60分足を参考にしながらですね、ポジションを取っていただくと。 はい、えー、以上でね、えー、今回の4ペア4通貨、先進国通貨、クロス線の解説を以上といたします。えー、本日もね、21時から YouTube ライブで最新の相場感と、えー、皆さんのご質問に答えていきたいと思いますので、えー、よろしければそちらの方をご覧ください。 えー、それではね、ちょっと株式相場と、えー、為替相場の相関が崩れておりますが、えー、残りのね、えー、水木金も、えー、トレードとねおし、お仕事頑張っていきましょう。えー、それではお時間ある方、YouTube ライブでお会いしましょう。バイバイ。